マルコス・ジョレンテ・モレノは、スペイン・マドリード州・マドリード出身のサッカー選手。アトレティコ・マドリード所属。スペイン代表。ポジションはミッドフィールダー。ラスロサス、ロセーニャでキャリアをスタートさせた後、ラージョ・マハダ・オンラに入団した。アトレティコ・マドリードの選手としていくつかのユースの大会でプレーした後、2008年に、レアル・マドリードのユースに入った。洗練されたテクニックを持つ、 組織的なミッドフィルダーとして、2013から14シーズンまで昇格を続け、UEFA ユースリーグでプレーしたが、準決勝でベンフィカに敗れ敗退した。2014から15シーズンでは、ジネディーヌ・ジダンが監督を務める、レアル・マドリード・カスティージャでプレーした。2014年8月24日、アトレティコ・マドリード・ビートの試合で、プロデビューを果たした。シーズン目はチームに残り、 主力選手として活躍した。カスティージャでの活躍が認められ、カルロアンチェロッティ監督の指揮の下2014年のプレシーズンにはトップチームの一員となった。1年後の2015年10月17日、プリメーラディビシオンのレバンテ戦で、レアルマドリードのトップチームデビューした。その後、コッパデルレイではカディス戦で先発デビューを果たした。 2016年8月11日、昇格したばかりのアラベスにレンタル移籍した。加入直後からレギュラーに定着し、ゲームメイクから守備まで縦横無尽の活躍を見せた。特に守備では、リーグトップとなる88回のタックルを成功させ、アラベスのリーグ戦球位躍進、コパデルレー準優勝に大きく貢献した。アラベスでの活躍が認められ、2017年7月1日、 レアルマドリードに復帰し、18番をつけた。12月6日、ボルシアドルトムント戦でチャンピオンズリーグデビューを果たした。9月23日、契約を2021年まで延長した。サンティアゴ・ソラーリの監督就任と、カゼミーロの怪我の影響で、スタメン起用が続き、カゼミーロ復帰後のクラブワールドカップでも、スタメンとして出場し、2018年12月22日、 クラブワールドカップ決勝のアルアイン戦では、エリア外からのボレーシュートでゴールを決め、プレイヤーズ・オブ・ザ・マッチに選出された。しかし、その3ヶ月後に、ソラーリが解任され、ジダンが復帰すると、ジョレンテは自身の怪我もあり、出場機会が激減。シーズン終了前に、ジダンに戦力外通告を受け、クラブはレンタル移籍を進めた。2019年6月20日、 ライバルのアトレティコ・マドリードに5年契約で移籍し、14番をつけた。シーズン前半戦では、トーマス・パーティーやサウールからポジションを奪えず、1月1日の第21節まで1試合もフル出場できず、前半のみでの交代は3試合もあった。その後は右サイドハーフとして、出場機会を増やしていき、2020年3月11日、 チャンピオンズリーグラウンド16、リバプール戦セカンドレグでは、後半56分に、ジエゴ・コスタに代わって、右サイドハーフに入ると、延長戦にペナルティーエリア外からの2つの、ミドルシュートとアルバロ・モラータへのアシストをし、チームの逆転勝利、準々決勝進出に貢献した。リーグ戦の中断を挟み、締めオネによって攻撃的なポジションにコンバートされ、主に、セカンドトップとして、 リーグ戦全11試合に出場。2ゴール4アシストを記録し、チームのチャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献した。2020から21シーズンは、セカンドトップやサイドハーフ、さらにはサイドバックや元々のポジションである中盤と様々なポジションで起用されると、このシーズンはリーグ戦12ゴール10アシストを記録しリーグ優勝に貢献した。ラリーガにおいて、 イヤゴアスパスとジョレンテだけがリーグ2桁ゴールアシストを達成している。2021年8月18日、クラブとの契約を2027年6月末まで延長したことをクラブの公式サイトにて発表した。U-19 代表では公式戦8試合、U-21 代表では公式戦3試合に出場した。2020年11月7日、 ルイズ・エンリケ率いるフル代表に初選出された。2020年11月11日、オランダ代表戦で代表デビューを果たした。2021年5月24日、UEFA ユーロ2 0 2 2に臨むスペイン代表に DF 登録で選出された。もともとは守備的なミッドフィールダーとして、あるいはフォーバックの前でのプレーメーカーとして活躍し、 セントラルやボックスとボックスミッドフィールダーなど、より高いポジションでもプレーすることができる。加えて、サイドバックとしてもプレー可能で、UEFA ユーロ2020スペイン代表には、ディフェンダー登録で招集されている。ディエゴシメオネ監督のもと、アトレティコマドリードでは、最初は4から4から2のフォーメーションで、中盤の右サイドで、後には、 同じシステムでセカンドトップとしてプレーした。2019から20シーズン終了時点で最高時速時速 35.09km を記録しており、これはリーグ6位の速さだった。また、トレーニング態度と忍耐力の面でシメオネやホルヘ・バルダーノから称賛された。ジョレンテの家系はレアル・マドリードと密接に結びついており、 サッカー選手とバスケットボール選手を多く輩出してきた。父親はアトレティコマドリードでデビューし、レアルマドリードでプレーしたパコジョレンテで、おじにはレアルマドリードに所属したフリオジョレンテがいる。また、おじにはジョージョレンテとトニーインジョレンテがおり、いずれもレアルマドリードバスケットボールでプレーした。王子はレアルマドリードの伝説的選手であり、名誉会長を務めているパコヘンと、 バレンシアなどでプレーしたフリオヘント、ラシン・サンタンデールなどでプレーしたアントニオヘントがいる。母方の祖父はパコヘントと同年代にレアル・マドリードでプレーし、黄金世代の一員であり、アトレティコ・マドリードでもプレーしたラモン・グロッソである。プロサッカー選手、プロバスケットボール選手、ありがとうございます。